はい、今回はネットワークビジネスの構築論についてお話ししようかと思います。私はですね、今回動画であったように吉谷さんの、お見立ての通りでございます。私ネットワークビジネスっていうのは実はですね、そんなに得意でもないですし、興味もなかったわけですよ、ね、これなぜかっていうとちゃんと理由がありまして、自分の組織がなかったからなんですよね。でもアフィリエイトとか即価塾っていうものを通じて私は拡散力を一定の力で持つようになったんですよ。時には数万回とかね、そういったアクセスもありますし、月間で数十万とか数百万というアクセスを取った時もあります。要するに私が作ったものが数十万人の人に見られているという毎月毎月の実績が数年間にわたってあったわけなんですよ。でそこで私の発信に対してのファンっていうのがだいぶできてくるわけなんですよね。これができてからやっとなんですよ、ネットワークビジネスが力を発揮するのが。データによるとですね、ネットワークビジネスの参加者のうち紹介ができる人ってのが1人当たり平均8人だそうなんですよ。要するにネットワークビジネス参加してちゃんとプレゼンできる人っていうのが大体8人が限度らしいんですよね。でその中で8人の人がサインしてネットワークビジネスに参加してもらって、他の人は全部ね、話聞いても全然断られたりとか話も聞いてくれないみたいなことになっちゃうんですけども、一人の人がネットワークビジネスに参加していろいろ活動してサインをしてくれる人がその中から読めるのが8人だそうなんですけども、その8人のうち継続してネットワークビジネスに参加していわゆるねビジネス会員になる人っていうのが8人中1人だそうなんですよ。要するに一人の人がネットワークビジネスやると7人の愛用者は作ることができると。でもビジネスをやって展開をどんどん広げてくれる人ってのはそのうちの1人しか生まれないってことになるんですよ。でそうなるととてもですねやっていけないんですよね。でこの平均値ではやっていけないんで、平均以上のスパイラル発信力を自分が持たなければネットワークビジネス何を参加しても絶対うまくいかないっていう図式を私はネットワークビジネスを知った時から思っていたんですよ。だって自分の紹介できる人数って考えてみてくださいよ。紹介できる人を最大限リストアップしても100人いないと思いますよ。100人いないところでじゃあ100人にねプレゼンするための時間っていうのはどのくらいかかりますかね。よくねサラリーマンの副業とかいう歌い込みありますけども、サラリーマンさんだって週に1回とか2回しかない休みでね調整して向こうも休みで時間をこう合わせられる日ってほとんどないと思うんですよ、そうなってくると1人の紹介者さんというかね、1人の人にプレゼンするのも月に1人が限度っていう、そういうふうな逆算ができるんですよ。皆さんもそうだと思いますよね。ネットワークビジネスに参加したけども、そもそもその自分のネットワークビジネスのプレゼンをする機会ってなかなか設けられないんで、本当にね頼み込んでプレゼンさせてもらってるっていう現状じゃないですかね。お願いだから話聞いてみたいなね、そんなお願いだからって言ってる限り向こうは上からね評価してくれますから簡単には入ってくれませんし、意地悪な質問とかも来るんですよ。で私はこれをなんとかね、頼むから久保さん教えてくださいよそれ例のやつってっていう風な逆に向こうからねお願いされるように持っていかないといけないなと思ったんですよ。でそのためには時間がかかると思ってました。で例のやつっていうキーワードを作ったり、例のやつの前には 1.4 倍資産構築っていう名前を作ったりとかしてね、でその名前をちらつかせることによってそれは何なんだって思わせるように、消費者心理を動かしていったわけなんですよ。いわゆる私のマーケティングですよね。こちらから売らないと、こちらから紹介しない、でも頼まれたら教えてあげると、そしたら頼んだ手前それを受け入れないとしっかり聞かないといけないっていう体制になるんで、最初から私は有利なんですよね。これが一つ。もう一つは私が圧倒的な拡散力を持って集客しなくても多くの人が私を見るって状態をまず作んないと何もネットワークビジネスは始まらないと思ったんですよね。ですので私はとにかく最初はアフィリエイトと思いました。人前に出てセミナーをしてセミナー講師というそういうふうなね、地位といいますか形も必要だったんですよ。でこれを整えるのに大体3年ぐらいかけたってことなんですよ。そうなんですよね。アフィリエイトをするっていうのはネットワークビジネスを成功させるためのまだね段取りでしかなかったんですよ。アフィリエイトの成功後は私のゴールでも何でもないんですよ。今思えばそういうことです。だからアフィリエイトがうまくいかなかったらもっともっとアフィリエイトに力入れてね、でアフィリエイトをやった挙句アフィリエイト収入もあるけどもネットワークビジネス収入もできるよねってことで、だんだんアフィリエイトを外していってもネットワークビジネス収入が上回るようなプログラムを2013年から書いていたってことなんですよ。で私はこれにね3年かけました。アフィリエイトを構築するのに3年、メルマガで、一発当てて2万人の読者を取るのに、やっぱ1年こういうふうにかけていって、そうするとね例えばメルマガで紹介すると毎月300人ぐらいが何かを購入するみたいな形になるんですよ。これすごくないですか。毎月300人が私の紹介したものを買うわけなんですよ。
300人ですよ。それは300万ぐらいの月収になりますよね。で、だんだんと商品から信頼いただいた方に、商品ではなくてネットワークビジネスを紹介するようにどん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 移していったんですよね。で、暗号通貨は紹介しませんでした。できません。暗号通貨みたいなリスクが高いものとか、私もよく分かんないものとか、繰り返し言いますけども、暗号通貨っていうのは誰も分かってないです。未だに分かってないです。未だに分かってないのに、分かったふりをする人は最も信頼できないっていうふうに、私もね、サイドサイド放送で申し上げてきました。で、今どうなのかっていうと、暗号通貨について、まあ、声高々に発信してきた方ももう分かんないですよね。全然分かってないんですよ。今なら皆さんもお分かりだと思うんですけども、暗号通貨の専門家というふうな名目で出てきた人、みんな暗号通貨の素人です。皆さんとほとんど変わらない知識です。で、単なるセールスのテクニックだけでそういうふうに見せていたっていうことなんですよ。その辺のネタバラシも私ずっと2007年からしてきましたけどもね、2017年2018年から暗号通貨ダメと、わからない、難しすぎると、投資の初心者がやるのは FX だっていうふうにね、ずっと申し上げてきて、あ、本当だったよねっていうようなことで信頼もいただいたんですよね。そういうふうにして暗号通貨で失敗した人も、じゃあ久保さんの例のやつってのそろそろやろうかなっていう流れまで読んで暗号通貨の発信をしてきたってことなんですよ。で、これが私のね、ネットワークビジネス成功のためのスキームといいますか、段取りですよね。だからトータルで5年ぐらいかけてネットワークビジネスを構築してきました。で、今となってはね、このネットワークビジネスっていうものが、私は1000人規模で、私の直紹介がいてですね、で、報酬もちょっとしたもんだということなんですよ。それこそですね、アフィリエイトの報酬より多いぐらいですね。私が何年もかけて培ったアフィリエイトの報酬よりも大きいぐらいです。だからアフィリエイトを捨てれるんですよ、うん、で、もしね、これ例のやつをはじめとするネットワークビジネスがダメになったら、私はまた、まあ、アフィリエイトするなり、コンテンツ販売するだけでいいんで、全然余裕ですよね。だから、ネットワークビジネスがどうなろうと、私はリスクヘッジはもうできてますよねってことなんですよ。はい、そんな感じでね、ネットワークビジネスっていうのは攻略方法を、まあ、思いついて、それを構築していくところは結構大変ですけども、構築が完成したら圧倒的な広がりを見せるっていうようなね、私の速稼塾志向のネットワークビジネス攻略法でございました。まあ、前提としては、ネットワークビジネスの商品がいいことっていうのがあります。私のネットワークビジネスの参加の条件っていうのは4つありますけども、1つ目はですね、初期費用が安いこと。これね、1万円以下っていうふうに考えてます。初期費用1万円以下ね。そして2つ目が、毎月の費用がかからないこと。0円です。毎月毎月何かの名目でお金を取られてるのはダメということです。だから引き落とし口座すら私の例のやつはありません。引き落とされないんですよ、全然。で、3つ目なんですけども、商品を買ったり売ったりをしなければならないもの。これは私は参加しない方がいいと思います。商品を仕入れて在庫になったりしたらやる気がなくなります。多くの人はね。で、売る時間はありません。ね、そもそも売るのが下手です。本業で売るのが下手だから、副業が必要になってくるときに、副業までセールスをしなければならないのは、絶対うまくいかないと思いませんか。4つ目は、紹介を出さなくても毎月利益が振り込まれるってものです。だって、紹介下手なんですよ、みんな。ぶっちゃけね。コミュニケーション下手なんですよ。すごい下手です。友達ができないっていうことをよく言いますけども、コミュニケーション下手なんですよ。友達ができなくてもいいっていうふうにね、強がってますけども、自分と身も心もつながる人って持ちたいっていうのが本能だと思うんですよね。で、いらない人っていうのもいるかもしれませんけども、いらない人っていうのは相当もう隠居みたいになった人とかね、レベルの高い人か、もうふてくされてる人ですよね。必ず人は誰かによって生かされていて、誰かのお世話になっていて、誰かに何かをすることによって満足感を得たりとか、人間関係っていうのは切れないわけですよ。で、そこでコミュニケーションが下手だからトラブルを起こして、もう人間不信だとか言ってますけども、人間不信になったのは自分のせいですからね。自分のコミュニケーションの質が悪いから、おかしな人とつながって、そのおかしな人とつながっていかないと仕方がないから、自分の欲求とか、なんですかね、要望が満たせないから、意にそぐわない人とでも無理やり付き合ってるでしょ、ね、会社の上司とか部下とか、なんかよくわかんない親戚とか、無理やり付き合ってるんですよ。全て自分のコミュニケーション能力のなさから起きてることであって、そんな方が紹介出せるわけないんですよ。だからネットワークビジネスの私の4つ目の要素は、紹介を出さなくてもいいことなんですよね。紹介出さなくてもお金が増えれば、だんだんね、自分の生活にゆとりも出てきたり、紹介出さなくても報酬がもらえるってことが何よりの紹介のネタになるんですよ。これ紹介出さなくていいんだよっていうふうに勧めたら、あ、じゃあやろうかなっていうふうに来て、結果紹介成功するんですよね。
ネットワークビジネスに関して、まあ、私なりのね考え方を申し上げましたけども、皆さんはいかがお感じでしょうか。それでは今回は以上です。2034フェスはいよいよ明日ですね。明日お会いしましょう。2034フェス。